はい、はい、どうも、チョブリです。てことで、今日はですね、先日のアプデ後、おそらく一番話題になってるある選手を、今日獲得して育成までしてきたんで、実際にね、まあ、ご紹介して、シャレ使っていけたらなと思います。てことで、その選手が、はい、こちら、サディオマネご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、いや、アプデ後、多分ね、まあ、この選手が一番、まあ、強化というか、ある意味強化って感じでね、まあ、結構話題になっていたかなって思うんですけれども、そのサディオマネを今回獲得してしっかりね、レベマにして育成までしてきたんで、ちょっと今日はね、ご紹介していけたらなと思います。ってことで、まあその前にまずね、まあ、サディオマネについて見ていけたらなというふうに思うんですけれども、もちろんね、僕が獲得したのはスタンダードのサディオマネになります。こちらのスタンダード選手リストから見ていくと、こちらですね、もうすでに絞り込みしてありますね。クラブチームの FC バイエルンミュンヘンをね、選んでいただくと、こちらですね、上から4番目、45万 GP っても結構高めですよね。45万 GP ではこのサディオマネ獲得できるわけなんですけれども、こんな感じで、まあ、今回ね、なんでサディオマネがかなり話題になっているかっていうと、このマネに CF 適性がつきましたということで、これがね、まあめちゃくちゃ話題になっている理由かなと思います。前回までのアップデ前はね、ウイングしかできなかったんですけれども、それが CF もできるようになりましたってことで、まあ、やっぱりね、このマネとかサラとかもそうなんですけれども、このウイングしかできなくてもったいないっていうか、まあ正直ね、433のウイングとかもまあ使ってる方もね、あんまりいなかったりとか、まあ、好み分かれたりとかするんで、まあそういったところで CF 適性があればなっていうね、感じの選手の一人ではあったんですけれども、なんとマネが CF 適性つきましたということで、しかも能力値がめちゃくちゃ強いんですよね。一応ね、ウイングストライカーっていうね、プレイスタイルなんで CF で使うってなると無印で使うことができますと。でレベルが25レイまで上がるんで、タレントポイントが48ポイント触れるんですけど、オベ戦が80乗っかっていて、スピード瞬発、これ初期能力値で84、86ですからね、これとんでもないですよね。もう90乗っかってくるのは確実ですということで、ボディコンとスタミナも81、82ってことで、初期能力値がめちゃくちゃ高いんですよね。で、スキル見ていくと、ダブタついていて、シュート系のスキルだと、ライジングシュート、アクロバティックシュート、ワンタッチシュート持ってますね。まあ、ワンシュー持ってるし、全然 CF でもね、やれるんじゃないかなと思います。で、逆足の頻度が高い、精度が最高、波が普通ってことで、逆足使えるのもめちゃくちゃいいポイントですよね。まあ一応波が普通なんですけれども、バイエルンってこともありますし、ライブアップルとかね、ビージョン乗っかってくることも多いのかなっていうふうに思うんで、まあ間違いなくね、このマネについてはね、このアップデンを獲得しておいた方がいい選手なんじゃないかなと思いますね。ってことで、ね、早速このマネ、レベマにもしてきたんで、早速ね、レベマ能力値の方を見ていきたいと思います。はい、ってことで、こちらがマネのレベマ能力値になります。いかがでしょうか？結構尖った育成というかね、まあすごい能力になってるかなって思うんですけれども、僕はねこんな感じで育成していました。ショートカウンターに1、シュート5、ドリブル9、クイックネス10、脚力6といった感じの育成ですね。まずショートカウンターに1っていうことで、チームスタイル適性ですね。まあスタンダードの選手はね、チームスタイル適性が90統一ではないんで、こうバラバラになっているってことで、ここはね気をつけてしっかりね、チームスタイル適性にも振ってあげましょう。そして、まずシュートに5ってことで、本当はね、決定力、まあ、CF で使うなら、まあ、80とか乗せたかったんですけど、まあ、なんか他に上げたい能力値がありすぎたんで、76まで上げましたね。で、ドリブルを9上げましたってことで、ここに関しても、ドリブルが88ってことで、まあ、チームスタイル適性とコンディションとかで90乗るかな、みたいな感じで育成してみましたね。ボールコントロールも82、ボールキープが81といった感じになってます。で、クイックネスが10ってことで、これ結構上げすぎなんじゃないかなってぐらい上げましたね。オベ戦90、瞬発が96、ボディコントロール91、ってことで、これやばいですよね。特に瞬発に関して96ってことで、いや個人的にこれはめちゃくちゃ強いんじゃないかなと思いますね。オフェンス戦も90ありますし、まあ、CF としてね、オフェンス戦ってかなり重要かなっていう思うんで、これもね個人的にはいい育成なのかなと思います。で、脚力も6上げましたってことで、スピードを90乗せましたね。で、スタミナも88ってことで、しっかりね1試合通して使ってあげれるんじゃないかなと思います。まあ、今回は完全にこのパス能力値とか、まあ、あとフィジカルコンタクトとか育成せずにね、もうそこら辺は捨てて育成したっていう感じですね。まあ、本来であれば決定力をねもう少し上げたかったかなっていう感じはするんですけれども、まあこのオフェ戦90、瞬発90、スピード90ですね。でボディコンも91ってことで、いやこれは弱いわけないだろうってことね、早速このマネ試合で使っていきたいと思います。はい、てことでマッチングの方をしたので、早速ね、まあ、コンディションの方から見ていきたいと思います。コンディションこんな感じです。ということで、おしっかりまで好調ですね。まあ、今回この4132のこの CF で使っていきたいと思います。まあ、まずね、さっきも、説明したんですけれども、逆足の頻度が高い、精度が最高ってことで、まあ、右左四つも使ってあげれるんじゃないかなと思います。例えばね、ウイングで使う場合も逆足も使えるんで、左でも右でもね、どっちでも使ってあげれるんじゃないかなと思いますね。一応ベンチメンバーはこんな感じですってことで、ベンチも結構調子がいいですね。で、対戦相手の方はこんな感じですね。4-3-1の形でメンツが
かなりいいですね。最近の美術も使ってますということで、早速ヤシの方やっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。ということで早速でやっていきたいと思います。まあこのまでね、僕まだ使ってないんで初使用になるんですけれども、まあ弱いわけなさそうですよね。まあボディコンもあんだけ上げてるんで、使用感多分めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。これやばい、危ないね。クロス、まあ下から繋いでいきましょう。しっかりねライカールと当てて、はい、ここをグバルディオル、縦難しそうだな、これ。落ち着いて。この辺丸いけるんじゃない？いいボール。トラップ。落として。なんかユニフォーム若干見づらい気がすんな。うん、横パス。縦当てて。まあね、落として。マネ一回ボール戻したいな。いやー、無理か。欲しい。じゃあ使って。マネ、あ、いい動き出し。いや、マネいい動きじゃない？これ。シューキャン。来た。ダブった。いやー、惜しい。いや、ないか。結構今のオフェンス上げてるからじゃないかな。かなりいい動きだったけどね。ダブった。いけた。にゃ。いやー無理か、香川惜しい。ここしっかりパワール頑張れ。ナイスパワール。一回ちょっとマネの使用感を試したいですな。これ足元当てるか。足元来た、当てて来た。いや使用感はどうだろう。いやこれは軽いですね、かなり。これはかなり軽い。足が速い、これえぐい。待って、足が瞬発だな、これ。マジで速い、これやばいぞ。めちゃくちゃ軽いぞ。マイナス来た、香川今回。いや無理。いや惜しい。いや見たでしょ、みんな今のあのチョップタッチ、瞬発が高いからチョップタッチガン刺さりですね。これビーラでしっかり抑えたいね。ナイスビーラ、立ていけるか。マネ横、ナイス当てて、マネ来た、こうダブった、インパクトニア、オッケー。マネ早速初ゴールです、皆さん。いやインパクトニア突き刺さりましたね。ダブタ持ってるからやっぱゴール前のダブタも効くよねって言った感じで、いやめちゃくちゃいいですね。いやこのままガンガン使っていきましょう。マネ来た、横パス、よし、マネいける、これ。いけ、頑張れ、足の速さ見せろ、頑張れ。いいね、足がマジで速い。瞬発こんだけ上げたらやっぱめっちゃいいな。来た、ダブト、いやー無理か。あれ PK もらった、ナイスナイス。いやこれはでっかいですよ。いやマネめちゃくちゃ活躍してない？せっかくなんで、マネ待って、マネさ PK これ68だったよ今。 PK 蹴れないのがちょっとマネの難点になりましたね。いけ、オッケー、ナイス。いや、2点目です。これ、ハットトリックありますね、これ。いや、マネめちゃくちゃいいよ。足が鬼のように速いね。これ、間違いなく、ライブアップデート C とかでも、まあ、B とか乗っかってきたら、間違いなくガチスカに入ってきますね、これは。頑張れ。ビーラ、ビーラ、ちょっと。ナイス、頑張って。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。やべえ、ちょっと。待って。やばいかも、これ。あぶね、ナイディ。ついて。ナイス、ナイス、ライカルト。縦当てて、マネ、落として、もう一回受けたい。来たー、ナイス、中キャン、ダブった、今回。いや完璧じゃないみんな、これマネえぐいわ。今のもうさ、ギュンギュンじゃなかった、なんかダブタがもう足にとんでもないくらい吸い付いてたでしょ。やべえ、みんなこれマネやばいかもしんないっす。これはマジで最強、最強 CF かもこれマジで。いやマネ来た、マネ早すぎる。待って、マネ早すぎんだけど。いや惜しい、マジか。待って、マネ、マネ今の決めたらさすがにやばすぎるか。マジで足速いんだけど。えぐいな、マジ。え？マジ？これ、相手かわいそうじゃない？これ。これ決めますか？さすがにマネにするか、一回ここは。68でも。いきます。今回。多分相手正面読んできます、これ。わかってます。これわかってます。はい。いや、正面っていうかもう動いてなかったな。4点目来ました。いや、マネさん、これ、4点決まってます。頑張れ、立て、マネ。立ち上がれ。もうこれいっちゃうか。ネイマール、中、ダブタ、チョン。そっち行ける？いやー無理か。前線からはめてこう。これ、取れる？ラッキー。まあね、シューキャン。もう相手止まってるじゃん、相手の人これ。インパクト。おい、えぐいっていうか、相手の方これ、止まっちゃってるよ、これ。こう、もう放棄したか、これ。まだやる？あー、終わった。これ放棄してます、完全に。うん、これやるなら、ギブアップしてくれって、なんか最近多いんだよな、これ。またスライディング、これ。なんかさ、これやるなら、ギブアップしてくれよって選手、これ、どっか走らせるでしょ？なんでこうなっちゃうの？これみんな。これ、こんな大量指定すると。これ、大量指定するとさ、人格なんかおかしくなっちゃうみたいなのある？これ。いや、これギブアップしてくんないかな？これ後半もしっかりやる感じ？これ。後半普通に来た。やり始めた。普通に復活しました、皆さん。これ、ハーフタイムで、情緒、ちょっと取り戻したかもしんない、これ。ナイスネスト。当てて、立って、当てる。こっち、落として、こっち使って、もう一個マネ。いや、完璧じゃない流れ。いや、完璧すぎる。
いや、あるオゲイ、流れ完璧すぎない？めちゃくちゃ綺麗じゃなかった？マネで決めれたら完璧だったけどね。いや、これえぐいぞ。マジでめちゃくちゃ強いぞ。ナイス、オッケー。いや、崩しがめっちゃ良くなってきてる。ダブった、縦完璧てこ、シューキャン、ダブった、コンカ。いやー、さすがにか。これ決まってたらやばかったな。ナイス、当てる、落として、はい、マネある、こっち、マネ来た来た。いやー、また、いや、これもうマネのシュートの跳ね返りかマネが決めるかどっちかやん。当てて来た、マネいける、まだマネ結構体力あるな、こんだけ使ってるのに。来た、インパクトファー。いやー、さすがに無理ある。香川頑張れ。あー、どうしようこれ、落ち着いて、ナイス。あ、PK3 回目よこれ。これかわいそうだな、ちょっと相手の方。これもう一回マネいきますか、さすがに。さあ、相手の方、今回はどんなのを見せてくるのか。相手は動かないね。これは正面に下ろしかな、これ。右行こう。いや、入った。ナイス。読まれてたけどね。ナイス。これ選手交代したんで、まだあります。我々のチーム。頑張れ。いやー、無理か。ここ。ナイス、いいよ。ビエラ頑張れ。お前はもう体力なくても、俺も使うから。もう、頑張れ。やべ、ナイスナイスナイス。当てて、立て、ナイス。マネ、いやー無理。フェリックス、立て、オッケー。ターンして、いやもうこれマネ、えぐいでしょ、これ、速さ。やばすぎない普通に、これ。もう、ギュンギュンだから、この時間でも、これ。やばいすぎだろ、これ、マジで。えぐすぎない、これ、待って、待って。って。待って、これ。神回レベルだろ、これ。待って。PK これまた、これ相手のとこ泣いちゃうよこれ、マジで。もう一試合で4回これ。相手はどうだろうな、これ。左行こっかな、さすがに右とかにできそう。左行こう。あ、オッケー、正面読みか。これかわいそうじゃね、マジで。ナイス、まあね、体力さすがなくなってきたか、こんだけ使ったら。やべ、削られてる。削られてる。頑張れ。ナイス、フェリックス。立て、ペドリ。ただ、落ちて、落ちて、落ちて。いやー、無理か。いやー、アンラスト。いやー。皆さん、いいかよ、これ、まだ何点決めたの、これ。とんでもないぐらい点決めたよね、これ。もう、5、6、6点ぐらい決めたでしょ、これ。とんでもないぐらい点決めました、ということで、皆さん、マネの方いかがだったでしょうか。もう、使用額が、これ、最高すぎますね。これ、何点、決めたんだろうね、マジで。めちゃくちゃ点決めてくれたんですけども。いや、これ選手評価は 9.0 ってもうとんでもないですね。これもう10でいいだろっていうぐらいね。まあ活躍してくれたんですけれども。いや、こんな感じで、まあね、マジでめちゃくちゃ使用感ね、いいんで、ぜひ皆さん、まあ獲得してね、一度使ってみていただければなと思います。いや、これは自信を持って強いって言えますね。本当最強化の試合かなというふうに思いますし、まあスタンダード選手なんですけれども、ライブアップデートが B 以上乗っかってきたら間違いなくね、めちゃくちゃ使えると思うんで、ぜひね、獲得検討してみてください。はい、こんな感じでギフトモードを上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録、ぜひぜひお願いします。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。